はい、こんにちは。森鉄チャンネルで英語担当させていただきます、竹原と申します。よろしくお願いします。この度、森田先生が単語帳を発売されました。こちらになります。TOEIC LR テスト品質英単語という単語帳です。まず皆さんは、この単語帳をしっかりと勉強していただいて、各章末にチェックテストがついていますから、それを私が詳しく解説していくというのが目的になります。そして今日はそのチャプター0として、この本の簡単な使い方のアドバイスと、次回以降どういう方針で授業をしていくのかについて、概要を説明しようと思います。では、まず単語帳なんですけども、必ず一番初めのページから目を通すようにしてください。皆さんは、TOEIC の点数を高めたい、そして効率よく勉強したいということが、まあ、思いだと思いますので、TOEIC のプロがどのように、単語を覚えるべきなのかっていう手順が書かれていますから、それを皆さんがしっかりと目を通して勉強の仕方自体をまずは勉強するということを固めておけば、今後実際単語を覚えるときに非常にスムーズに進むと思います。そしてその手順の中でも特に今から述べる2つのポイントは守ってほしいということなので、それを説明しますね。じゃあ単語の覚え方ということで、今から2つポイントがあります。じゃあまず1点目、見出し語ですね。単語帳にはいろんな情報が載っているので、どこまで勉強したらいいのかってよく質問されるんですけども、まずは見出し語、要は英単語、日本語、これをまず覚えましょう。そうすることで、単語の量が増えていきますから、実際英文を読みやすくなりますね。この単語帳では、実際、TOEIC のために必要な語句が載っています。どういうことかというと、受験の英単語などを忘れていたとしても、TOEIC に必要な語句ならば、基本的なところがきちんと説明されているので、この見出し語をしっかりと漏れなく覚えていくことによって、実際、TOEIC の点数が徐々にこう上がっていきやすくなるという仕組みになっていますから、必ず1から順に学習はしてください。そして、2点目はフレーズになります。単に単語の量を増やすだけではなくて、TOEIC の短い時間の中で素早く回答するにはどのように使われているのかっていうセットとなる語句を押さえておくことによって、これ実用的になるんですよ。ですから、皆さんは単語の下にある例文に目を通したり、その単語の右にある熟語やフレーズというものに目を通して、はい、そのセットを押さえておいてほしいということが、思うんですね。そして、この2つを押さえたら、あとは皆さんは派生語の部分とか、あとは音声でしっかりとリスニングを鍛えるといった、手順もしっかりと記載されてますから、その流れの通りに勉強していただきたいと思います。じゃあ次に、次回以降のですね、その学習の方針を説明しますが、チェックテスト。パート5から6。実は、このチェックテストは、4択の形式になっていて、TOEIC の問題でいうと、パート5、パート6、文法語彙問題に対応している形式になります。はい、でこの問題では、実はなかなかね、いろんな形式で聞かれると思うんだけども、1個の大きな攻め方があるから、それを今日ね、もう先にお話ししておこうかなと思っていまして、形から訳の。でまずは問題を見たときに形、ね、どのような形が問われていてということから入ってください。そして、最後にもちろん単語の訳を、見分けられるかという問題も出ますが、実はこのね、TOEIC はこの形が集められるっていうのは大きなポイントで、先ほど説明したやはりフレーズを強化しているということが求められるから、このね、実は訳を聞いてそうな問題でもこの語句とこの語句がセットになってんじゃんみたいな、組み合わせもよくありますが、次回以降この形とはじゃあ何なのかってことを
詳しくね、ポイントごとに説明はしていくんだけど、とりあえずこのね、ホールの方式をちゃんとまずは英文の形から攻めましょうね、ということだけは守っていただきたいと思います。そして、次回はその流れを中心に解説していき、この本に載っている、ポイント以外にも実はこんなフレーズも出ているんだよっていうふうに、まあ、最終は使えるフレーズを増やしていくこの目的で、他にも文法的な表現をですね、羅列し、できる限り説明をしていくと、この流れでやっていこうと思います。はい、ですから、今回は、これまでですけども、次回以降、楽しみにして見てください。はい、よろしくお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。